ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、キャンプ第13回目かな、13回目ですね、おそらく。沖縄の旅を終えてもう間もないんですけれども、やっぱりキャンプね、行きたくなりますね。ゆっくりしたキャンプね。で、今回向かってるのは山梨県ですね。いつもお世話になってる山梨県で、まあちょっとまだ道の駅に行ってからどこのキャンプ場にするかっていうのを決めようかなと思ってます。候補にあるのが、まあ、麓っぱら道志の森あたり、まあ、もしくは山梨の富士五湖のいずれかのキャンプ場にしようかなと思ってますけど、ちょっと天気次第ですね。朝起きてみて天気次第で、どこのキャンプ場に行くか決めます。4時ぐらいなので、ここから少し寝れたらいいな。ではおやすみなさーい。おはようございます。朝9時10時ぐらいですね。晴れちゃってるんですよね。ただ天気予報を見ると曇りのち雨か曇りなんですよ。いやー、これちょっとキャンプ場悩ましいなー。移動してます。ちょっとずっと考え込んじゃってたんで、とりあえず、買い出ししに行きます。で、今2つ候補あるんですけど、もみじ台キャンプ場だっけな、コテージというかバンガローがメインのキャンプ場か、ふもとっぱら、ここ2つですごく悩んでます。まあ、ちょっと食材買ってからまた考えます。静かな湖畔の森の影から、もう起きちゃいかがと格好がなく、過去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 。はい、こちらの道の駅富士吉田さんですね。こちらでまず本日の晩飯を購入します。道の駅寄った後、買い物行こうかなと思ったんですけど、今11時ぐらいでお腹空いたので、今日はちょっと思い切って行きつけのうどん屋さん、富士吉田うどん、先に食ってから買い物行ってキャンプ場行くっていう贅沢な流れしちゃおうかななんて思ってます。あー、入れたらいいな。あー、美味しかったです。富士吉田うどん、あの行きつけの店はね、本当に美味しい。もう超人気にならないでほしいです、あの店はね。で、ご飯を食べ終わって今から買い出し、近くのマックスバリューですね。今回はなんだっけ、荻野か、いつも使ってる荻野さんを使わずマックスバリューで買い物します。はい、ただいま買い物終わりました。今回ね、1人当たり3000円ぐらいで収まってるかもしれないですね。いつもより低コストをちょっと意識して、いろいろ買い物してみました。で、行くキャンプ場なんですけれども、あ、ちょっと待って、車が危ない危ない危ない、させていけるか。さっきお伝えしたかな、ふもとっぱらキャンプ場に、キャンプ場の聖地と言われているふもとっぱらキャンプ場に行くことにしました。ただギリギリ手前まで行ってみて、風とちょっと天気がね危ういんで、やばそうだったらふもとっぱらやめます。何も囲いがないので風相当強いらしいんで、ギリギリまで行ってみます。はい、そろそろ着きます。天気がちょっとね、さっき雨降ったんですよ、ほんの少しだけ。まあけどここまで来たら行くか。あとね、もう1キロなんですよね。もう周りね、霧がかっちゃってて富士山もおそらく見えないでしょうね。やったね、着
きました。受付済ませてきます。結構ガラガラですね。広い草原、もう好きなところに勝手にテント立てる感じなんですかね。やっぱり空いてますね。で、このキャンプ場なんですけど、富士山が見えるっていうことで有名なんですよね。絶景っていうことで。その情報はあれだったのかな？間違いだったのかな？富士山ないんですよね。どう見ても。おかしいなぁ。富士山ないなぁ。では、久しぶりのテント立てちゃいます。風が強いから、ちょっと心配ですね。はい、完成しました。もうね、キャンプやればやるほどちょっと手抜きになってきましたね。こんな感じでもう、まあ食事作るときにね、もう組み立てるんで、なので3、40分で終わりましたね、今回は。やっぱりおかしいんですよね。噂に聞いてた富士山がね、ないんですよ。なんででしょうね。おかしいな。では恒例の城内散策行きたいと思います。と言いましても、行く場所がねもうほぼないんで、見ていただく通り原っぱがあるのと、あそこに見えるのがもしかしたら今建築中の、建設中のトイレかなんだろうな。あれあるといいですね。綺麗なトイレがもう一個あそこにあると。で、今から行くのがこの建物近辺しかないですね。ちょっと行ってきます。この建物はトイレがありますね。で、ゆるキャンに出てきたのかな。ちょうどこの角度っぽいですね。あと富士山さえあれば。で、今の建物の横に休憩スペース的な、あと水池場ありますね。こっちの水池場の方がいいな。あ、すごい音。これぐらいですかね、建物的には。ピザ窯みたいなのあるな、あそこに。うん、これぐらいですね。はい、散策終わりました。ここは本当にゆっくりする場所なんでしょうね。そういう楽しみ方を私もしてみたいものです。で、この後もう4時なので、一回ね軽くザザッと温泉探して温泉に入ってこようと思います。あ、そうだそうだ、見てください。はい、この100均の椅子5個買っちゃいました。まあ、合計で5個ですね。もともと3個持ってて2個追加して買いましたね。本当に便利で、本当に便利でね、買っちゃいましたよ。じゃあ温泉行ってきまーす。結構ね、温泉がいい値段するんですよね。900円とか、まあ普通かもしれないけどね、調べたところによるとそこまで大きな施設じゃなさそうだから、どうなんだろうな。この中のどれか行きます。はい、今向かってます。いや、ね、遠いっすね。温泉かなり遠い。一番近いので15分ぐらいなのかな。ただそこ評価があまり良くなかったので、ちょっと近づきがたい。で、評価が良さげな温泉が2つあるんですけど、道の駅鳴沢の方と、まあ、あと南下する感じなのかな。片道30分かかるわ。で、ふもとっぱら6時以降は、まあ、車のあんまりね出入りは良くないっていうことなので、ちょっと焦りますね。いや、テントをさ、テントを立てた後に汚れた体で温泉行きたかったんですけど、先にこれ、あ、おっとっと、先に温泉入ってから来た方がもしかしたら焦らないかもしれないな。というわけで温泉行きますね。もう着くんですけどね、なんか都会になってしまって、温泉入りに来たっていう感じがしないというか、風情も何もないですね。失敗したな、こっち。雰囲気を大事にしたいですね。はい、着きました。ちょっとこの先がどうなってるか分かんないんですけど、結構車止まってたんで混んでるかもしれないですね。行ってきます。大丈夫として、
地がどうの、雰囲気がどうのって言ってましたけど、申し訳ございませんでした。最高でしたね、花の湯さん。1時間で足りるかなと思って、あの800円なんですけど、800円1時間まあ余裕だろうと思ってたら、種類すごく多くて、あの視界とかあったんですよ。視界とかプカプカ浮きながら、もうね2周して慌ただしくね全部の種類入った。楽しかったし気持ちよかった。キャンプ場からは遠いけどね、行った甲斐ありましたね。ぜひあのふもとっぱらに行った際は、少し遠いですけど花の湯さん行ってみてください。まあ、あのもう一個というか他にも結構あるんですけどね、すごい良かったですよね。で、今からキャンプ場に戻って、もう飯作りですね、おそらく。それか仮眠取るか、どっちかですね。では戻ります。はい、テントに着きました。キャンプ場戻ったんですけど、すっごい静かで暗い。まあ今日は比較的空いてるっていうこともあるんですけど、このね雰囲気は独特というか初めて経験しましたね。これだけ広いところでこれだけ静かなキャンプ場、今まで川沿いだったり音がうるさい場所だったんで、これはね静かでいいですよ。まあ週末となると賑わうんでしょうけどね。では、一旦前半はここで終了とさせていただきます。後半戦はディナーですね。ディナーを作るところから開始させていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして、後半戦もお楽しみいただけたら嬉しいです。ではまた後半戦で、バイバイ。富士山がひょっこり頭を出しました。この風景を見るとやはり来てよかったなって思いますね。これはカメラ越しだとね伝わらない。